群馬の由美子です。今日は2023年1月25日ライブ風動画を撮ります。私が年始にですね、年の初めにライブをやったんですけど、それを削除したんですね、自分で。でその話ちょっとしようと思って、その動画はラカラカさんという人の年越しライブというのを聞いて、それにこうなんていうんですかね、刺激を受けてというか、その話を聞いてその感想みたいな感じでライブをやったんですけど、それはこの最近というか、ちょっと、最近の遠藤さんのところに湧いてきた工作員騒動、これの一つなんですけども、そのラカラカさんという人のライブにね、埼玉二郎さんのお師匠さんみたいな人である顔さん、別名戦国凛太郎って人が登場したんですよ。初めて YouTube に出たらしくて、でその彼の声、話を聞いたらですね、私はこううわーっとその人の人生を勝手に想像しちゃったんですね。でなんかかわいそうな感じがしてきちゃって、大変失礼ですよね。だけどなんかちょっとやっぱそういうの浮かんできちゃってね。でまあだからね、それがその調子でねライブやっちゃったんですね。でまあ私ね、私が被害に遭ったわけじゃない、ね、やっぱり遠藤さんが当事者で、私はまあ横で見てて、それをねちょっと面白がっちゃってね、わあ工作員が出てきたなんつってね、喜んでライブやったのがいけなかったと思います。思います。ちょっとねなんかおかしなライブになってしまったみたいで、なんかね、まあ私はもう遠藤さんが被害者的な感じでね、遠藤さんを潰しに来た一団がいるんだろうな、一団か二団かわからないんですけど、だって遠藤さんの悪い評判を立てようとね、嘘をなんか振りまいたりしてたらしいんですよね。そんなことってさ、普通やらないというか、サイコパスですよね、そういうことできるのは。だからやっぱり新興宗教の、バックとかがある人たちなのかなとかね、思っちゃいますね。やっぱりそういう宗教団体の結束力とかってすごいから、そのなんて言うで、その人の悪い評判を、嘘のね評判を立てるなんて、ちょっと普通の道徳心のある人にはできないことを、なんか何人もの人がやったらしいんですよね。そういうのってちょっとね、やっぱり何かおかしい、サイコパスっていうんですかね。でも一人のでやってることじゃないですね。何か集団で結束力のある人たちなんじゃないかと思います。まあそんなことでね、私がね、その放送終わった後ですね、ちょっとなんか自分もう一回聞いてみたんですよ。そしたら私の意図したことと違う感じの話、なんかそういう印象にの話になっちゃってて、あ、これはなんかいけないなと。そのラカラカさんチームを擁護するような、そういうような雰囲気になってしまっていて、ちょっと変だなと思って、自分でも。それで何、スマートフォンで消したんですよ、自分のチャンネルのとこでね。この動画ちょっと削除しようってんで、でその夜のうちに削除したんですけど、朝起きてもう一回一応見てみたら、まだ動画が残ってて、で慌ててパソコンを開けてですね、そこから削除して、でまあ全部完全に削除されたんですけども、そんなことでちょっと一晩私のチャンネルにあったということで、だいぶ見た方がいるんかもしれないなんてね思ってね、あらあらどうしようって。そしたら、なんか熱が出たんですよね、その日の晩だったかな。2晩続けて夜熱が出たんですよ。なんかそんな高い熱じゃない、微熱だと思うんですけど、寝汗かくようなね、ちょっと悪夢なんかも見たりして、これは何かしら、でなんか遠藤さんはちょっと取りつかれたんじゃないんですかみたいな
ことを言ってて、ああそうかもって、そのラカラカさんの、年越しライブですよね、そこで聞いたその自白なカオさん別名千石凛太郎の声にですね、やっぱりおかしな影響を受けたような気がします。やっぱりね、邪悪なものに同情してはいけないっていうことをね、今回身に染みましたね。でね、まあそんなんで、あちょっとでね、あれですよね、そのなかなか日中はさ別に、熱が出なかったんですけど、なんだか背中がおかしいなってね、でちょっと日に当たっ庭でね水まいたりなんかして、日に当たったりなんかして背中を当てて、そうするとだいぶ楽でね、で最後お風呂でなんかこうみそぎみたいな感じですよね、そうしたらすっきり取れたっていう感じですね。なんかね、まあ、だからそういう私そういう霊感とかね全然ないタイプなんですけどね、まあこれはもしかしたら憑依されたのかもしれないと。ですからみんなそのね、だからフワスピの危ないところは、その邪悪のものにも同情しちゃったりとかそういうことをするんで非常に危険ですよね、取りつかれる危険があるっていう。それでね、でなんかその後またね、ちょっとなんか何日かして咳が出るな、喉がちょっと変だなみたいな日が何日もあって、でワクチン打たないお友達に言ったらね、それコロナじゃないのって言われてねそうかもねってね、まあ、コロナにかかったかもしれませんね私もね、で、まあ、そういうことで、あそれでね、あのその大晦日のライブ、私が工作員とに接触された思い出話をしてあるんですけど、それはね残ってるんですけど、あの動画はね、だけどコメントがね消えてるんですよ。コメントいただいてたのにね、で私もなんかそれに返信した気がするんですけど、気がするっていうか絶対に返信したんですけど、なんか最初見えてたんですけどね、ちょっと私チャンネル放置しちゃう癖があって、今日久しぶりに見たら消えててね、誰が消したのあ、ご本人が消す、コメント入れたご本人が消すことはできるんですかね、わからないんですよ。 YouTube が消しちゃうってことがあるんですかね。まあそんなんで、あの本当はあのテツさんとの対談5回目をアップしなくちゃって思ってるんですけど、ちょっとねあのお正月からそうやって熱出したりしてグズグズしております。